どうもゾタゲームズのザタですということで、今回はですね、皆様にお知らせがございます。この度ですね、私ザタさんはですね、トイレットタワーディフェンスのパートナー契約を結ぶことができました。はい、拍手。はい、ということで、いやー、もうこれはね、もう本当にもういつもね、見てくださっている視聴者様のおかげだと思っておりますので、ちょっとこの場を借りてね、お礼申し上げます。本当にね、皆さんありがとうございます。というところで、まあ今日なんですけども、まああのね、まあせっかくのね、お知らせご報告動画というところで、まあどういった内容にね、なんかしようかなと思ったんですけども、まあ今日はですね、この前、まあね、ザタさんコミュニティにもね、まあ掲載させていただいたんですけども、一番やっぱりですね、多くのね、視聴者様からですね、寄せられたコメントの一つであります、どうやったらですね、このトイレットタワーディフェンスのパートナーになれるのかっていうところについてね、今日はね、解説していきたいと思いますね。まあ、これですね、トイレットタワーディフェンスのディスコードサーバーにですね、まあ、コミュニティに書いてあるんですけども、改めてちょっとですね、ザタさん日本語訳にですね、今日翻訳してきましたので、今日はね、こちらを紹介していくのと同時に、あとザタさんがですね、トイレットタワーディフェンスのパートナーになるにあたってね、ここは注意した方がいいよとかですね、こうした方がいいよっていうところをね、ちょっと自分なりの体験をもとにね、体験談をもとにちょっと皆さんにお伝えしていきますので、ぜひね、最後まで楽しんでってくださいね。まあこれもね、今ゾタさんいるのパートナー専用のですね、パートナーさん専用の実験部屋っていうところなんですけどもね、もうめちゃめちゃなんですよねこれもうね、もうアップ夢のアップグレードタイタンクロックもね、量産できたりね、サインつけられるようになったりするんですけども、さあ本題のですね、もうね、ズバリトイレットタワーディフェンスのパートナーにどうやったらなれるのかっていうところなんですけども、ですね、ゾタさん翻訳してきました。まずはね、皆さんこちらをご覧ください。じゃじゃんというところで、はい、こちらですね。まあ、ちょっとね、まとめてきたんですけども、こちらをちょっと見ていきましょう。まずですね、どうやってなるか、条件ですね、っていうところなんですけども、YouTube でですね、YouTube の場合、チャンネル登録者様がですね、1万人以上っていうのが一つの条件なんですよね。そう。で、ここでポイントなのが、YouTube だけね、じゃなくて、TikTok とかでもですね、いいんですよね。または、TikTok で、まあ、10万人以上のフォロワーっていうところで、まあ、ちょっと TikTok の方はね、結構ね、10万人って結構ね、ハードルがね、ちょっと高いのかなと思うんですけども、まあ、TikTok で10万人以上のフォロワーを持ち、トイレットタワーディフェンスにですね、関する動画をですね、制作し、まあ、動画ごとですね、そう、これまあ YouTube に置き換えていただければと思うんですけど、動画ごとに平均で少なくとも1000回の再生回数。そして、またはですね、またはというか、通常動画でまあ1000回ぐらいのね、アベレージ平均と、あと配信ですね、生配信でね、プラス、まあ、1000回ぐらいのね、再生回数。まあ、または、同時視聴者数が100人ですね。そう。か、もしくはですね、ショート動画とか TikTok で2万回の再生回数を獲得するユーザーっていう風にね、記載があるんですよね。そう。まあ、なので、まあ、ここでね、一旦整理すると、まず YouTube においてはですね、まあ、通常動画はですね、もちろんのこと、生配信もですね、しっかり見られるんですよね。そう。なので、まあ、ここでね、まず一つのポイントなんですけど、このトイレットタワーディフェンスのですね、そう、生配信もね、もし目指してる方は、これやった方がいいです。そう。で、これ、ザダさんもですね、今回申請するにあたって、ね、生配信もやってるんですかってやっぱ聞かれたんですよね。そう。なので、まあ、過去にね、ちょこちょこ、実はね、ザダさん、まあ、メインチャンネルの方でもともとロブロックスを上げていたんですけども、まあ、ちょっとロブロックスはロブロックスで、まとめたいなと思ったんで、ちょっと今、ザダさんのですね、もともとこれ VR のチャンネルなんですけど、今ちょっとね、このサードチャンネルっていう風にね、して、今こっちの方でね、ザッタ坊主チャンネルで、今ロブロックスやってるんですけども、そう、チャンネルをね、ザダさん、そう、お引っ越しっていうような形で動画をね、分けちゃったんですよね。そう。なので、チャンネルごとで見たら、ちょっと動画のね、本数とかも結構少なかったんですよね。そう、ザタさん。そう、なので、あれ、配信やってないな、みたいな感じでね、結構ね、思われちゃったりとかして、そう。なので、これから目指してる方にね、お伝えしたいなっていうところなんですけども、生配信は絶対やっておいた方がいいです。そう。生配信は絶対やっておいた方がいいっていうところと、あとですね、やっぱ動画の本数ですね。そう。トイレットタワーディフェンスの動画の本数。これがですね、結構重要になってきます。で、これはですね、まあ、ザタさんのですね、これ実際に自分の体験談なんですけども、もともとザタさんはですね、まあ、ロブロックス全体のね、動画としても、まあ、40本から、まあ、50本ぐらいしか上げてないのかな、そう。ロブロックスだけでね。そのうちトイレットタワーディフェンスって言ったら多分、半分ぐらいになっちゃうのかな、2、30ぐらいいってんのかな、そう、メインチャンネルとこっちのチャンネルで合わせて、そう。まあ、なので、まあ、つまりね、何が言いたいかっていうと、まあ、最低でもですね、やっぱり、トイレットタワーディフェンスの動画自体も、まあ、やっぱ、40、50本ぐらいは多分上げといた方がいいのかなっていうところなんですよね。そう。それでね、
ちょっとザタさんはですね、ムムムってね、ちょっとあのね、運営さんの方から、ちょっと動画の数少ないんじゃないっていう風にね、最初なっちゃったんですよね。そうなんですけど、まあ一応ね、ザタさんのメインチャンネルの方で過去にですね、生配信とかでちょこちょこやってたので、まあ、ギリギリ合格みたいな感じだったんですよね、そう。まあなので、まあ、この辺はね、ちょっとね、参考にしてみてください。で、プラスですね、まああの、ディスコードのね、コミュニティの方に詳細はね、載っているので、ぜひそちらの方を見ていただければなと思うんですけど、あの、マネージャーさんっていう方がね、いらっしゃるんですよね。トイレットタワーディフェンスの、そのね、パートナーになる上での、まああの、なんて言うんだろうな、試験官みたいな、そう、方がいらっしゃいまして、マネージャーさん。ザタさんはですね、こちらの方、はい、こちらですね、ザ・リアル MG さんという方にですね、今回ザタさん承認をね、いただきました。で、この方はですね、あの運営にもですね携わられていて、かつですね YouTube 活動もされていて、めちゃめちゃねすごい方なんですけども、ザ・リアル MG さん、まあね、トイレットタワーディフェンスのねもう初期の方から遊ばれていて、いろんなね歴史、トイレットタワーディフェンスの歴史のね動画を作られていたりとか、そうなので、あのね、すごくねよくしてくれた方なんですよね。そうなので、まあ、もしよかったらですね、運営さん、マネージャーさんのね、こちらザ・リアル MG さんのですねチャンネルページも概要欄に載せておきますのでですね、ぜひね、まあ動画のね、トイレットタワーディフェンスの動画を作る上でのぜひね参考というところで、ぜひね、あの皆さん、ザ・リアル MG さんのねチャンネルの方も遊びに行って、ぜひねチャンネル登録もしてみてください。はい、というところで、そうなので、まあね、で、あ、そうで、あと、そのマネージャーさんはですね、お二方いらっしゃるんですよね。で、今回ザタさんはそのうちのお一方はね、ザ・リアル MG さんにね承認の方をいただきました。いや、本当にね、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にね。はい、という感じでね、まあちょっと今日はですね、まあちょっとトイレットタワーディフェンスのねパートナーになるにはっていうちょっと動画だったんですけど、ちょっと皆さんいかがでしたでしょうかね。まあその他ですね、なんて言うんだろうな、皆さんもしね、あの目指している方で、質問とかですね、まあザタさんが分かる範囲のね、であれば、あのお答えもさせていただきますので、もしよかったらですね、ぜひねコメントの方もねしちゃってみてください。で、あとですね、今ですね、まあこれはちょっと補足っていうところなんですけど、めちゃめちゃねこれね今申請してる方が結構やっぱねいらっしゃるので、昔はね、これまあご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、昔は YouTube のチャンネル登録者数5万人以上じゃなきゃね、なれなかったんですよね。なので、今一旦ハードルが下がったので、めちゃめちゃ今ね、申請されている方がいらっしゃるので、まあ、もし目指している方がいらっしゃったら、逆に今がね、チャンスなので、ね。これまたね、パートナーさんが増えていくと、これね、条件もね、また、上がったり下がったりっていうのもあるので、ね、今がね、本当に目指すのはね、タイミング的にはね、もうチャンスなので、ね、ぜひね、目指してみてください。はい、というところでね、本日はこれにて動画終了したいと思います。まあ今日はちょっとね、パートナーになる上でのね、まあちょっとヒントというかですね、動画の方をね、ちょっとお届けさせていただいたんですけど、まあぜひですね、今後も、ちょっとザタさんもですね、今後、あのね、サイン付きのね、ユニットのね、プレゼント企画であったりだとかね、そういったね、企画の方もね、やっていきたいと思いますので、トイレットタワーディフェンス好きな方、そしてね、スケビティトイレ好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、そしてベルマークのところですね、通知、ポチッとね、オンにしていただけると、めちゃめちゃ励みになります。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。